520阪急500系電車は、かつて、阪神急行電鉄及び京阪神急行電鉄に、在籍した小型の通勤系電車である。先に、宝塚線に登場した380系の増備車、及び、同線の輸送力増強用として1938年から1943年に、かけて31両が製造された。阪急宝塚線は、 沿線の宅地化が進んだことから、1926年には51型を使用して3両編成での運転を開始、1941年5月からは、池田駅折り返し列車の4両編成化を行い、同時に320型や380型といった新車の投入や神戸線から300型を転属させることも行うなど、宝塚線の車両が、 小型車であることから輸送力増強には増欠と増発で対応していた。また、この時期には阪急創業時からの1型も半数近くが宝塚線に残存していたが、51系以降の各形式に比べるとやや小型かつ比きで輸送力確保には難があったことから、今津線などの市線運用への転出が検討されていた。こうした背景をもとに、 本形式が製造されることとなった。320系、380型に続く宝塚専用車両として、1938年4月に一時車として、500から511の12両が、1940年12月に二時車として512から521の10両が、1943年3月に三時車として522から530の9両が、 川崎車両で製造された。基本的なデザインは1936年に製造された380型を継承するが、広幅間通路を持つ変運転台車となった。920系のような MCTC の編成とは異なり、当時の宝塚線の橋梁の荷重負担力の関係で一両にモーター2機を搭載した MCMC MC の二両編成を組んでいた。 パンタグラフは各社に一台、貫通部の連結機も自動連結機で単独走行も可能であった。偶数車が梅田向き、奇数車が宝塚向きである。さらに、神戸線及びその支線で使用する場合を考慮して、客室扉には引き出し式のステップを用意していた。また、それまで製造された車両では、車門が車体中央部に設けられた唐草模様をあしらった。 日誌枠の上に取り付けられていたが、本形式からはこの日誌枠が省略された上に車門の取り付け位置が車端部に変更された。本形式の製造された時期は、同時期に製造された920系をはじめ、鉄道省及び他社の車両同様、戦前の鉄道車両の製造技術が頂点に達した時期から、日中戦争の長期化と太平洋戦争回線に、 伴って、戦時体制が強化された時期に重なっており、製造時期によって細部に差異が見受けられた。項目ごとの概要については、以下の通り、380系及び920系をベースとした、軽量構造の全構成車体であり、車体長は約15メートル、側面窓配置は D1、D6、D2 の片運転台車で、スマートな平ら体のウィンドシルに 電気溶接を多用したリベットレスの車体、前面は320系同様中央に貫通扉を配した三枚窓で、運転台、側幕板部に行き先方向幕、女子台側幕板部に微糖を配し、つま面には広幅貫通路を設けた。車体幅は380系同様、約2.4メートルで、車体重量も380型と同じに10.4トンで、ある。 屋根には385で使用され、920系三次車以降で本格的に採用された押し込め形ベンチレータとなり、ランボードの両側に4機取り付けられた。座席は380系同様、パイプ式の袖仕切りとなったロングシートである。ただ、三次車のみは太平洋戦争開始後の1942年に製造が認可されたことから資材節約のために、 屋根が木製となって全体に絶縁及び防水用のキャンバスが貼られ、屋根そのものが浅くなったことで、その分幕板が広くなったために、1、二次車に比べると雰囲気が異なってしまった。また、一次車では、すべての側層株に取り付けられていた保護棒が二次車以降は、戸袋層株のみの取り付けに変更されたことから、一次車では、側窓が全開できたものが、 2.3次社では、半回止まりに変更された。500型は920系を、宝塚線向けに小型化したスタイルであり、ミニ920系と呼ぶにふさわしいものであった。本形式及び320.380型は、阪神851.861881、型や南海1251系、大気デボ600型といった。 同時期に登場した他社の15メートルクラスの小型車と、共によくまとまったスタイルからその後長きにわたって、鉄道ファンに親しまれる車両となった。台車は3 8 0系同様、住友金属工業製の中高台車を採用し、一時車のみ、軸受けに、スウェーデン SKF 車製のローラーベアリングを採用した H-63、64を履いたが、二次車以降は、 第二次世界大戦の影響もあり高品質のローラーベアリングの使用が困難になったことから、時空けをプレーンベアリングとした H-5 及び H-5E を履いた。主電動機は、一時車では新造品のシワウラ製作所製 SE-121E を搭載したが、 二次車では 300K304.305 の宝塚線転入時におけるモーター半減分と306から309のモーターの乾燥によって燃出されたゼネラルエレクトリック車製 GE-240A を搭載。三次車では物資不足の折りから手持ちの GE-240A と SE-121E を搭載した。いずれも百八十 k 同様。 宝塚線の橋梁の荷重負担能力から1両、あたり2機搭載した。駆動方式は吊り掛け式、制御機もモーター同様、一時車では新造品の電空カ無軸式の芝浦十3 p c 1を搭載したが、二次車では306から309の制御機の換装によって捻出された、ゼネラルエレクトリック車製 PC-12 を搭載したほか、不足分は、 芝浦十3 p c 1を申請して搭載。三次車ではこちらも手持ち品活用の PC-12 よび 83PC-1 を搭載した。歯車比は380型と同じ20時55分である。ブレーキは1次車では380型と同じ M3、同弁を使用するアム自動空気ブレーキであるが、2次車、および3次車では 宝塚線発となる映画多動作弁を採用した甘自動空気ブレーキとなった。波数となった五百三十本形式も先に登場した三百二十点三八0の両形式同様、急行から普通まで宝塚線及び未納線での運用を開始した。宝塚線発採用となった広幅間通路は、一時車の運行開始時には、線内の一部に急曲線が存在したことから、 二次車が登場した1940年12月まで貫通路を閉鎖して運行していた。三度にわたる増備の過程で、一型を全車今津線に転出させたことから、宝塚線では51系の38両に次ぐ、第2位の在籍数を有する形式となり、全線で幅広く運用されたことから、一躍宝塚線の主役に躍り出た。ただ、 920系に似た、軽快な車体を持っていても380系、同様 82kW 級モーターを2機しか搭載しなかったことから、出力不足は改善されず、現在の大阪駅ガード下及び、阪急百貨店内にあった、梅田駅を発車して、東海道本線の古泉橋を過ぎた時点で、急勾配で高価に駆け上がるときは、軽快に駆け上がる320型とは異なり、 本形式は380系ともども、牛のような歩みと評されるほど、かなり苦しい走りぶりで、高架線へ駆け上がっていった。このため、神戸線の900型や920系との13までの複々線区間における競争は全く勝負にならず、当時の鉄道ファンからも、見た目はスマートだが、神戸線の電車とは、勝負にならないと評された。 1939年には一時車に全商等にフードを取り付けるなどの投下完成工事を実施している。最後に製造された三次車の522から530については物資不足が深刻になってきたことから給料という中途半端な量数で製造が終わってしまい530の相手となる車両は製造されなかった。このため530は380系の ラストナンバーである385と2連を組んだが、この際、530は、広幅間通路を閉鎖していた。太平洋戦争末期の1945年には一部の車両が、神戸線へ転出、今津線に投入されて、引き出し式のステップが活用されることとなった。ただ、空襲で502と520の2両が被災、戦後しばらくして復旧したほか、 今津線で運用されていた車両も再び宝塚線に復帰した。また、戦後間もなく10日完成用の装備が撤去されている。1949年に550型が15両製造されたが、こちらも同形式で2両編成を組むと、ラストナンバーの564が余ったことから、530を方向転換の上パンタグラフ及び制御機を撤去。 550系機数車同様、特 M と呼ばれるモーター搭載の制御車扱いとされた。戦後3から4両編成での運行が増加するに、連れて本形式のみの2、4両編成のほか、性能が同じ300系300から309や380型と連結した3両編成、550型との4両編成、1950年から1952年に、 かけて不随者化及び完全犯行化改造が実施された1型を中間に組み込んだ3両編成を蘇生した編成が現れるようになった。また、1951年には550系の最終増備車である565が登場し、564と2両編成を組むことになったことから、530は再び連結相手を失うこととなった。今度は、 再度偶数向きに方向転換を行って撤去していたパンタグラフと制御機を装備、貫通路を閉鎖して528の梅田側に連結されて530528529で3両編成を組むこととなった。1952年の規格工場工事の際にはドア部分に従来の引き出し式のステップに変えて固定式のステップを取り付けたことから、 車体幅が約2.69メートルに拡大されている。この前後に1型を組み込んでいた編成は、1型を51型や300系の中間車として、教室するために編成から外したことから、530528529の3両編成を除いて、再び全車2両編成を基本に、前述の組み合わせで運行されていた。 1953年から1956年にかけて51系の610系への交代化、改造が行われたが、その際、51型が履いていたブリル 27MCB2 台車の荷重負担能力の関係で、本形式がそれまで履いていた H-5 などの住友製中高台車を610系に譲り、代わりに51型から捻出された。 ブリル 27MCB2 を履くことになり、合わせて、伝送品も51型と振り替えて、モーターは GE-263 を4機、制御機は PC-5 を装備することとなった。ただ、51系のうち、ブリル 27MCB2 を履いていたのは51から74の24両だったことから、不足分については、電動化車のものを流用している。 振り替え工事は1952年8月に行われた530528529の3連を皮切りに順次実施、スペックダウンはしたものの、51型と同じ、電装品を用いていた320型や300 3 0 0系3 1 0から319と、機器統一が行われて連結可能となったことから、82kW 級、モーター4機を搭載して1系2両を中間に、 組み込んだ300系300から309以外の小型車を同一グループとして運用することができるようになり、運用効率の向上に寄与した。この過程で一部の編成は51系の中間に組み込まれていた1型を組み込み、再び3両編成を組むこととなった。また、その後しばらくして、奇数車のパンタグラフが撤去され、奇数車の単独走行は不可能となった。 1956年2月に発生した省内事件では上下線に停車する本形式が群衆に取り囲まれて立ち往生する写真が新聞に掲載された。事件以降は小型車の4、5両編成での運行が常態化したことから両運転台車で増結に重宝する320、型と380系の需要が高まり先に今津線に転出していた 両形式を宝塚線に復帰させるとともに、1200系の製造に際して、伝送解除された300系310から315の伝送品を活用して380系の再伝送を実施、本形式のうち1型を組み込んだ3連の一部が今津線に転出した。また、1200系の登場後は、中間の付随者も1型から、 伝送解除の上付随者化された300系の30302から315に差し替えられたほか、532、ついては300系のうち唯一制御者として残った301と組んで2両編成を蘇生した。1950年代後半から1960年代初頭に、かけては宝塚線向けの新車として1100系が増備されたが、 宝塚線全体の輸送力増強が、勝利の急であり、本形式は一部の編成が、今津線と宝塚線との転出入を繰り返して、いたが、大半の編成は320系、380、型との混結で5両編成を組んで、朝夕ラッシュ時の未納線直通の準急運用や、普通運用を中心に重当されていた。その後、 宝塚線への2100系や2021系の増備、神戸線への2000系増備による920系の宝塚線転入に伴って小型車の運用機会は縮小。1960年以降は550系の一部も巻き込んで小型車の西宮車庫への転出が増加。本形式も今津線における輸送力増強に寄与したほか、伊丹線での運用も開始した。 1962年1月には530と2連を組んでいた301が1系のうち最後まで残っていた32と共に廃車されたため、今度は530と付随車の300が編成を組み、530300528529の4両編成で運用された。そして1963年12月のダイヤ改正を契機に、 本形式も未納線用に残された530300528529の4両編成以外の全編成が西宮車庫に転出し、今津線など神戸線の支線で運用されるようになった。なお、未納線に残った4両編成については、528から529を518313519に差し替えて5両編成化されている。本形式は、 三百二十型や三百八十型と同様、九百六十年代後半に予定された、新方線の河川電圧千五百ボルトへの昇圧に、際しては昇圧改造の対象外となり、九百六十四年以降、昇圧速応車の三千点三一1 0 d に置き換えられることとなった。本形式においても九百六十五年十月から、 中間に組み込んでいた300型を外して運用を離脱する車両が現れ、1966年12月には最後まで未納線で運用されていた530から300518313519の5両編成が同線に復帰した550型と交代する形で西宮車庫に転出、ついに長年走り続けた宝塚、未納両線から姿を消した。 残された神戸線支線運用も、昭和を前とした1967年6月に、終了、全車運用離脱した。広電西広島駅に停車中の広島電鉄線70型電車。塗装と微等位置の変更で、阪急・のせ電時代と大きく印象が異なる。1982年撮影500から505及び508から 509? の8両は、 広島電鉄に譲渡され、1070系の1071から1078となった。この8両は1967年10月17日付で廃車となり、広電入線に際して、度合い値の変更などの改造を行い、同社のとなって、宮島線での運行を開始した。野瀬電鉄での運用終了後も、広電1070型は、従前同様宮島線で運行されていたが、 低唱者の増備に伴う宮島線と市内線との直通運転の拡大により次第に運用される機会が少なくなり、1988年10月までに廃車された。なお両社間における類似した譲渡としては、同形式の後にも、阪急210系広電線80型が存在している。妙見口駅に停車中の乗せ電鉄500型電車。 1979年撮影一方、残った506.507510から530の23両は、先に転入していた320型に続いて、乗せ電気軌道に対応されることとなり、1967年10月までに平野車庫に搬入されて構内に留置された。同社では、 同年10月3日付で得た518から523の対応契約を阪急との間に、同年10月24日付で成立させて、整備の上運行を開始、最後まで残っていた元 P-4P-5 の10.20、型を置き換えるとともに、川西の瀬口駅うぐいすの森駅間の伏線化に、伴う同年12月3日のダイヤ改正に伴う、輸送力増強に寄与した。 引き続いて1968年4月1日付で524から529を借り入れし、4月24日のラッシュ時3連運転開始時には、先に投入されていた518から523、ともども編成の全部に320型を連結して運用された。残る11両の借り入れについては、1971年4月7日からに、 川西の瀬口駅平野駅間において4両編成での運行を開始したことから同年5月10日付で506.507510.511517の5両を借り入れ、1972年4月8日からは4両運行が全線に拡大されたことから、残る6両についても同年9月30日付で借り入れを行い、搬入された23両全車が、 乗せ電気軌道での運行を開始した。その後320系同様車席が半球にあることで、半球所有車両の平均車齢が上昇することから、半球から乗せ電に対して購入依頼があり、1968年までに対応された12両については1973年3月1日付で、乗せ電気軌道に譲渡され、 残る11両も1977年6月14日付で譲渡された。乗船入りに際しては、当時存在した急カーブを曲がる際に支障となる、標識等の埋め込み化や、ジャンパ線の内側への移設が行われた。また、仮入れ開始まで長期間留置されていた506から517.530については、再使用時の車体整備の際に、車内が、 クリーム色に塗りつぶされている。乗せ電気軌道入線後は、車名が乗せ電気軌道から乗せ電鉄に変わっても、本形式は320型や380系、1977年以降に入線した610系とともに、主力車両として走り続け、大きな改造もなく使用されていた。1975年には、この時点で先頭車として使用されていた車両に、 列車無線が設置され、実質的に4から5両編成固定化された。昭和50年代に入ると老朽化が目立つようになり、特に屋根周りの老朽化は雨漏りがするなど深刻な状態で、一部ベンチレータや乱暴度の撤去が行われた。1979年から1980年にかけて車体更新され、電動発電機の設置や車内灯の蛍光灯、 屋根周りの整備、全小灯のシールドビーム化などが実施された。一方、列車無線を取り付けられていなかった車両の運転台が撤去された。518.519の2両は更新対象から外され、日清線で2両編成で使用され続けたが、室内灯はグローブ式の白熱灯から環球に変更されている。更新も終了し、 引き続き使用されるかと思われた本形式であったが、ATS の取り付けが困難なことから、3 2 0 3 8 0系、同様、1983年以降1 5 0 0への置き換えが開始され、同年8月に506から507.520から523.528から529の8両が一度に廃車されたのを皮切りに、 1984年7月に524から527の4両が、1985年8月には510から517.530の9両がただ1両再起した380系383と共に廃車された。その後も518から519の2両が残り、残存の320型と共に5両編成を組んで、日清戦で使用されたが、 1986年12月7日に、さよなら運転を行った後、同年12月20日付で廃車され、乗せ電鉄の輸送力増強に多大な貢献をした本形式は姿を消した。乗せ電気軌動500系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。